真ん中をくぼませてですね。うまいに決まってるじゃん。こんな感じですね。どうですか、食べたいでしょ皆さん。はい、どうもリュウジでーす。今は何のポーズだったでしょうか。正解はですね、なんだっけな、何のシーンだっけ、あれ、あんなシーンあったよね、トトロが、はい、ということでリュウジです。今何を考えてるかというと、眠いです。メガシャキを飲んでいきたいと思います。はい、あーメガシャキ、メガシャキを飲んでいきます。あー何を作るんだっけ、あこれだ、悪魔の小ネギっていうねレシピがあるんですよね。マジ万能ダレなんですよ。それを使ってですね、いろんなものを楽しんでいきたいなと思ってますので、皆さんチャンネルはそのまま。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。メガシャキ飲んだからね、目がシャキッとしてますね。今回はね、ヤグマイの小ネギって言うんですけど、目はシャキッとしたけど口はシャッキリしねえな。今日はね、小ネギを使うんですけども、まあ、よくスーパーに売ってるんで、万能ネギもしくは小ネギとかで一袋分ですね、はい、切っていくんですけども、輪ゴムついてるんですけど、切る時にこの輪ゴム取っちゃう人が多いと思うんですけど、これね切りやすくなるので取らないでください。ここはね食べられないので切っちゃいます。はい、ここまで切ったら輪ゴムこれあるでしょ、これをね移動させるんですよ。こうするとずっとまとまったまま切れるんですね。今日はね調理中に飲めないんですよ。なぜかというと、もうこれでほぼほぼ終わりなんです、この料理って。これにねバサッとね、小さじ4分の1ですね、同量の、まあ、小さじ4分の1の味の素です。すりごまなんですけども、まあ大体です、大体大さじ1、ごま油ですね。はい、これがね大さじ1ですね。はい、混ぜていきます。もう、まあ、タレというほど水分はないんですけども、食べてみると分かるんですけども、ほぼタレなんですよ。混ぜ混ぜして混ぜ混ぜして混ぜ混ぜして、これなんで小ネギを使ってるかっていうと、長ネギよりね小ネギの方が苦味も辛味も少ないんです。小ネギだと水にさらさないでできるので、小ネギをおすすめします。これは冷蔵庫で2、3日持ちますんで、ちょっと作り置きも可能です。これでもう悪魔の小ネギが完成したんですけど、今日はねこいつをいろんな用途があるので、それをねちょっとね紹介していきたいと思います。はい、じゃあですね、今ね用意しました悪魔の小ネギを100倍楽しむ方法、今回はですね2つの食材にエントリーしていただきました。白米です。はい、白米、これ焼いた豚こま肉です。はい、こちらの2つを使って100倍楽しんでいきたいと思います。じゃあですね、ここにね焼いたうまそうな豚肉、こいつにこの悪魔の小ネギをこんな感じで乗せるんですよね。たっぷり乗せちゃっていいです。巻いていくんですよね、こんな感じで。やばいわこれ、市販の塩だれとかもいいんだけど、このネギうますぎる。本当にネギが肉の薬味にもなってるし、ごま油とうまみ調味料と塩とでね、うまみもすごい炸裂してるので、もうね食べるタレみたいな感じですね。今日はねあの固めの豚こまでやってるんですけど、豚バラでもいいし牛とかでもいいですね。焼肉の時にこれあったら多分秒で殴られますよ。とんでもないものを生み出してしまった。 TKG いきたいなと。豪華にかけてください。はい、ネギ飯にしちゃうんですねこれね。真ん中をくぼませてですね、いくぞー。悪魔の TKG になるぞ皆さん。でこれはですね、まあ、もう豪快に割っちゃいますよ。これ豪快に割って混ぜ合わせて、いや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 、うまいに決まってるじゃん。こんな感じですね。いただきます。ちょっとねご飯の分ね味が薄まってるので、少しね追い塩してください。たまらん、もう一個いいですか。ちょっと追いネギして、悪魔の焼肉 TKG です。全国の焼肉屋さんに置いてくれこれ、それぐらいうまい、本当にうまい。肉との相性も最高。僕が焼肉屋さんをオープンする時には必ず締めでこれ入れますね。さっき塩で食べましたけど、お醤油でもすごく美味しいです。ネギの香りがやばい。お醤油お醤油。
俺に勝てる TKG は出ない。今回は TKG と焼肉のタレで、食べたんですけども、もちろんね、冷ややっこのタレにしていただいてもいいですし、なんでも合っちゃいます。そうめんとかの薬味にしてもいいですね。めんつゆの中に入れたらね、パンチのある味になりますので。とにかくね、用途が広いんです。ほんとずっと食っていたくなるですね、やみつき度合いなので、ぜひ試してみてください。はい、ということでですね、今回の動画面白そうだなとかですね、やってみたいなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくよろしくよろしくお願いします。